SCP-1545。アイテム番号、SCP-1545。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-1545 はサイト40の収容ロッカーに収められます。クリアランスレベル3未満の職員の接触は禁止されています。事案1296、1545以降、SCP-1545 を他の異常物品と交差させる実験はクリアランスレベル4以上の職員の許可が都度必要となります。現時点で、他の収容措置は必要ありません。説明、SCP-1545 は、雨靴を履いた山の着ぐるみ、二人用、です。腹部を開けて中に入ることができます。内部はこのタイプの着ぐるみとして平均的なもので、二人分の人間が入るスペースがあります。一人は後ろ足に入り、かがんで胴体部分に身体を折り曲げます。もう一人履きぐるみの前面に立ち、前足部分に足を入れ、手の部分に身体を入れます。背中のあたりに、ヤマ、ラブ、ラリー、と書かれたタグがあります。SCP-1545 の異常な効果は着用することで初めて発現します。SCP-1545 を着用した被験者は、極端に、キャラクターになりきる、こととなり、前に入ったものは、ヤマ、ラブ、ラリー、であるかのように会話し、後ろのものは軽快に跳ね回ります。SCP-1545 は極めて従順に振る舞います。SCP-1545 内部の被験者は、外部のものに引きずり出されるまで中から出ることができず、出たいとも思わないようです。出される際に抵抗はしません。強制的に SCP-1545 から引きずり出されない限り、被験者は死亡するまで、ヤマ、ラブ、ラリー、として行動し続けます。パートナーを失った被験者は、自身が死亡するまで残った半分としてふさわしい行動を続けることになります。着ぐるみから出された被験者は、SCP-1545 内部にいた際の記憶を残しています。しかしながら、SCP-1545 の異常性質に関する知識は持ちません。被験者たちは SCP-1545 内部にいた時のことを否定的に捉えず、普通の態度であったかのように振る舞います。SCP-1545 は、郊外の廃屋で、編集済み、の当局によって発見されました。犠牲者たちは脱水によって死亡していました。検視によると、後ろ足に入ったものは1日前に死亡しており、前のパートナーに引きずり回され、体中にあざが残っていました。異常性質が判明した後、財団のスタッフが SCP-1545 を押収しました。クラス A 記憶処理が施されました。ほい。音声記録 1545A。インタビュー対象者。D5362 SCP-1545 から引き出された直後。インタビュー担当者。フレデリックス博士。前書き。被験者は約3時間 SCP-1545 の中にいた。記録開始。フレデリックス博士。やあ、D5362。D5362。こんにちは、先生。フレデリックス博士。調子はどうだい ?D5362。少し疲れました、先生。フレデリックス博士。ああ、そうか。君のダンスをずっと見ていたよ。大変疲れたことだろう。D5362。そうかもしれませんが、先生。みんなを楽しませなければならないんですよ。フレデリックス博士。でも、君吐きぐるみから出て、水を飲むことを考えたはずだ。D5362。それはできません、先生。夢を壊すことになります。フレデリックス博士。雨靴を履いた山と話してるんだぞ。どこに夢があるんだ ?D5362。ああ、あなたは僕のように山、ラブ、ラリーを知らないのです、先生。記録終了。音声記録1545B。インタビュー対象者。D5483。ヤマ、ラブ、ラリー、の声で。インタビュー担当者。フレデリックス博士。前書き。被験者は2日間にわたって SCP-1545 の中にいる。脱水症状で声はガラガラである。記録開始。
フレデリックス博士。やあ、D5483。D5483。いや、僕はジェームスじゃない。僕はヤマ、ラブ、ラリーだよ。フレデリックス博士。オーケー、ラリー。調子はどうだい？ D5483。最高ですよ、博士。今日はお尻の方がおとなしいんですが、問題ありません。復帰、SCP-1545 の後ろ足に入った D5484 は、2時間前に息を引き取った。D5483 は D5484 を引きずっている？フレデリックス博士。ラリー、君の中に人が入ってることには気づいてるのかな？ D5483。それはヘルパーのことですか？フレデリックス博士。そうだ、ヘルパーのことだ。D5483。僕のヘルパーは喜んで助けてくれますよ。一緒にみんなを楽しませるんです。フレデリックス博士。D5484 が死んでいることには気づいているのか、ラリー？ D5483。単に居眠りしてるだけですよ、博士。記録終了。